今日の戸塚スポーツラジオはお客様をお迎えしております。今日はですね、明治学院大学アメフト部、セインツですね、いつもこの番組では、お世話になっておりますけれども、実はこのセインツの山本監督からお二方ご紹介をいただきましたので、今日はですね、お二人をゲストにお迎えいたしました、まずご紹介したいのは、地元の戸塚で、ハリキュー整骨院三元堂というですね、院を会員していらっしゃいます。去年に会員されたということなんですけれども、こちらの三元堂の医長で、明治学院大学アメフト部の、トレーナーの、村松武先生、そして、亀田総合病院というところ、これ、実は千葉県の、鴨川市に、所在をしているんですけれども、こちらのスポーツ医学科の医長でいらっしゃいまして、同じく明治学院大学アメリカンフットボール部では、チームドクターを、務めていらっしゃいます山田慎先生、今日はお二方をお迎えしています。こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、ちょっとお話を、まずこの明治学院との縁からお話を伺っていきたいんですけれども、実はお二人はアメリカンフットボールをされていらっしゃったということで、村松先生よろしいですか。あ、はい、そうです、はい。どちらでされていらっしゃったのかを。あ、ですね、実は高校では二人、チームメイトですね。高校は都立富士高校というところで、僕ら二人やってました、はい。で、その後お互い大学では別のチームですね、村松先生の方は明治学院大学、僕の方は母校の東京医大の方で、アメフト高校大学と続けていたわけですね、はい。そうすると、もともとアメフトでね、ずっとこう活躍をしてらっしゃった、お二人なんですけれども、実は村松先生は明治学院大学のアメフト部の出身なんですよね。そうですね、うん、はい。99年に卒業ですね、はいはい。ちなみにポジションは、ポジションは、いわゆるオフェンスラインっていう、はい、最前列で、ガツガツと当たるポジションで、はい、まさにこう体を張ってきた。そうですね、はいはい。そんな先生でいらっしゃいます。そして、山田先生は。僕はですね、はい、高校時代はディフェンシブバックといって、はい、後ろの方で主にパスを守る、選手ですね。ただ大学行くともう人数が少ないので、いろんなとこをやりました。ただ大学でもやっぱり同じようにされていらっしゃったということですね、はい。で、それぞれ、また違った道をね、その後進まれるわけですけれども、村松先生は、実はその、学生時代から、結構トレーナーの道には興味があったということでよろしいでしょうか。そうですね、はい。トレーニングとかもともと好きだったので、そういったものもあって、その時チームで当時お世話になっているトレーナーの方が、やっぱりあれ、今も関東で強い日本大学、はい、日本大学のフェニックスの OB の方で、いろいろフットボールのことも含めてかなりお世話になってたので、そこのところから興味がかなりそちらの方に向いてきて、進路としては卒業後は一般企業ではなくて、そういった道に進みたいなという、かなり思いが強くなったというところですね、はいはい。実際に、トレーナーのこう道にこう進まれて、で去年開業されたということでよろしいでしょうか。はい、はい。戸塚のちょうど上倉田のところですけれども、はいはい、場所をどういうふうに説明すると分かりやすいですかね。そうですね、ちょうど上倉田の戸塚駅の東口ですよね、はい。上倉田 の交差点のところで、アピタっていう、スーパーありますね、はい。アピタの隣にあると YMCA っていう、専門学校があるんですけども、ありますね、はい。そのちょうど裏手になるので、そのまま、アピタの裏側の方にぐるっと回っていただくと、はい、あるような感じですね、はいはい。漢字で書きますと、はい、3つの、玄米の玄と書きますね。玄米の玄ですね、はいはい。これ何か意味を持ってつけた名前なんですね。そうですね、はい。三元っていうのが、中国のことわざで、はいはい。いいもの、とにかく なんだろう、こう素晴らしいものとか、はい、理想的なものっていうのを、三元で表すっていうの言葉があって、そういうところから取りました、はい。あとは、カタカナでとかっていうかっこいい治療院が最近は多いので、はい。逆に和風でいこうかなというところで、はい。はい。ただ外からね、実際見てみると結構なんていうの、おしゃれというかシンプルというか、なんかそんな感じの ね、はい。治療院になっていまして、非常に明るい雰囲気で入りやすそうな、治療院です。ぜひね、戸塚の駅からも近いですから、お越しいただきたいなというふうに思います。で、そして山田先生なんですが、先ほどちょっと、ご紹介いただきましたけれども、鴨川の亀田総合病院というところ、はい。普段はじゃあ鴨川にいらっしゃるんですか。そうですね、自宅も病院のすぐそば、鴨川市内にありますね。
ということは今日ははるばるお越しいただいたということ で、ね、はい、ありがとうございます。申し訳ございません、はい、これ亀田総合病院にはこれスポーツ、医学に関する、まあ、専門の科があるということですね、はいはい、これってどうなんでしょう。全国的に見ていや、まだこういったスポーツ医学、専門でやっている、病院というのは非常に少ないですね、はい、で当科もですね、まあ2009年度ですね、2009年度に整形外科から分かれてスポーツ医学科を立ち上げたという経緯がございます。主にスポーツ外傷障害を持っているようなスポーツアスリート対象なんですが、それ以外の一般の方ですね、最近もスポーツやられている方非常に多いので、そういった方々も対象に見させていただいています。はい、今整形外科から分かれてスポーツ医学科というふうな形になったというお話だったんですが、はい、その整形外科からスポーツ医学科というふうに変わると何がこう見る上で変わってくるんでしょうかね。なかなかそこら辺が難しいところなんですけども、基本的には、あまり、見る上では変わりはしない。ただ、一般の方とですね、あとスポーツアスリートで治療のゴール地点というのがやっぱりそこが大きく変わってくるというのが一番ですね、はい、普通の生活戻れればゴールという場合が多いのが、普通の一般整形外科なのかなと思うんですが、スポーツアスリートはですね、さらにその上ですね、はい、スポーツパフォーマンスを受賞より前、その時よりもさらに上げて戻していこうっていうのが僕らの治療コンセプトですね、はい、実際に試合でね、そのいいパフォーマンスを出すためっていうのが一つのゴールなわけですから、はい、そこはすごくこう難しいところもね、きっとあるんじゃないかなと思いますが、はい、山田先生でもあれですね、アメフトやりながら医大に行かれたわけですよね。そうですね、はい、すごいですよね。いや自分もですね、高校時代からも怪我が非常に多くて、村松先生よく知ってるんですけどもね、はい、最終戦の引退試合で鎖骨を折ったりとかですね、とにかく怪我が多くて、その時に復帰まで非常にこう苦しんだ経緯があって、ぜひスポーツドクターにというのが、もう昔からですね、高校時代からの僕のこう夢でしたね。そうするとお二人とも、一つはアメフトをきっかけに、今人生のこう道を歩まれているというふうに言ってもね、間違いないのかなというふうな感じがいたします。そんなお二人に今日はですね、ちょっといろんなお話を伺っていこうと思います。やっぱりアメフト部を見ていらっしゃるということですので、なんていうのかな、コンタクトスポーツといわれる、いわゆるぶつかるスポーツで、どういう怪我が多いのかとか、あるいはどうやったらそういうものを防ぐことができるのかとか、そんなお話を伺っていきたいと思います。でその前提として、まず村松先生にお伺いしたいんですが、はい、今ですね、その三元堂さんにいらっしゃる、いわゆる患者さんですよね、はい、どういった方が多いでしょうか。そうですね、基本的には自分のチームで見ている、アメリカンフットボール部の子たちですね、あとはあと一緒に今実はバスケットボール部の方もトレーナーをやらせてもらっているので、はいはい、バスケットボール部の選手とかですね、あとはそういったものの、特に先ほど言ったうちの、監督の山本がかなり地元のいろんな団体に結構コネクションがあったりがあるので、そういったところからの紹介とかで神奈川県下のアメリカンフットボールやってる高校生とか、はい、そういった患者さんもいますし、最近では特にこれから高校野球夏の予選があるので、はい、結構野球をやってる、うん、やってるんだけどちょっと調子が上がらないとか、うん、練習がやはりだんだんハードになってきたので、ええ、何かしらこう体に痛みを抱えたりとか、そういった患者さんが最近は特に多いですね。そうすると結構やっぱりスポーツをやっている方がそうですね、メインというふうな感じですね。はい、分かりました。そういった中高生がね、ぜひこう聞いて今日勉強になるようなお話を伺いたいなというふうに思っております。で、山田先生、先ほどスポーツ医学科というふうなお話がありまして、はい、ただ場所が鴨川ということで、どんな人たちがいらっしゃるのかなっていうのをちょっと気になるんですけれども、私鴨川っていうとロッテのキャンプ地ってイメージがあるんです、プロ野球の。そうですね、はい、秋季キャンプで、ロッテも、いらしてますね、はい、でその時、怪我をした方々なども、10日を、利用されていることもありますね、はいはい、ただ、普段は当然キャンプずっとそこでやってるわけじゃないので、はい、それだけではないと思うんですが、例えばどういった方々がいらっしゃるんでしょうか。基本的にですね、やっぱり鴨川市内を中心にです、